ドリンチェサです。今回はこちら、ビックラ卵デラックスシリーズで発売されていたオフロードスピン、こちらを紹介していきたいと思います。お風呂場すべてがフィールドだーって書かれてて、なんかすごく面白そうなんですけれども、触った感じだとそんなに中身大きくないんですよね。はい、全4種類のラインナップとなっています。今回同じの2つゲットしました。シャボンの代わり、水色のお湯になるということで、水色のバスボールですね。中から出てくるのは、オフロードラゴン、ラリングホース、バギーライノ、フローラータイガーの4種類ですね。で、エネルギーシューターとオフロードスピンっていうのがあります。差し込んで、くるくる回せばいいのかな。オフロードカーデザインのコマ、ビークルスピンと、厳重デザインのマスク、ビーストマスクを組み合わせて一つのコマに、マスクとコマは組み替え自由。なるほど。色違い、あ、もうデザインで顔も違いますね。これが色々変えられるんだ。これによって強くなったりとかあるってことかな。楽しみ。では早速開けていきます。今回は雑貨屋さんで、はい。638円でゲットしました。税込み。あ、こういうことね。なるほど。え？でもこれでいいの？え？どういう感じなんだろう。全然理解ができないんだけど。残りのパーツはこの中ってこと？あ、ビックラ卵だ。普通のビックラ卵の大きさの卵型ですね。で、この中に入っているのは多分共通のものなんですけど、この部分ですね。え、どっち側？なんかこの上にもさらに必要だと思うし、この下にこうきっとコマをカチッてはめるんですよね。全然わかんない。まずシュワシュワして中身を出して見てみましょう。はい、こちらも同じかな。デザインも全く一緒っぽい感じのが入っています。個体差はなさそう。うん。どっちも大丈夫そうな気はしています。卵も変わらず、なんか滑らか卵。同じ色ですね。なんか香りは一緒だけれども、色が別っていうのがあっても面白いかも。はい、では今回はこちらの2つ、一気にお湯の中に入れていきます。はい、ではいきまーす。せーの、ドボン！ペアが迷いそうかなって思ったけれども、それぞれのカラーでデザイン分けされてるような感じなので、これで大丈夫ですね。もう色の変化がないんですけれども、まあ音声とね、変化で楽しんでください。一瞬いろんなパーツがどんな感じで入ってるんだろう。まずシューターにくっついてるなんかハンドルみたいなのはまずないですよね。あと本体のビークルスピンとビーストマスク。3つ入ってるのかな？お、赤が見えてる。赤だ。やっと。もう一つは？青っぽい気がする。すごいな。赤と青。嬉しい嬉しい。見やすいね。やったねー。これ結構イオンとかの、
入浴剤売り場とかでもちゃんとあるので、気になった人はぜひぜひ見てきてください。これがね、ベイブレード全盛期だったらね、もっと飛ぶように売れたと思うんだけど、今ちょっと落ち着いてきてるからな。え、全部くっついてるの？面白い。これを外すってことね。なるほどなるほど。中の方にはこう他の入浴剤とか入り込んでないんですけど、こんな感じでカパッと外れるので、まあ、軽く水で拭いたり水洗いしてからね使った方がいいかな。まあいいや、はめちゃえ。はい、まずこれをカチッとはめるそうです。六角形の穴に合わせて押す。あ、ん、なんか回った。ん、あ、この中にはこんな風に輪ゴムが入ってるそうです。仮に輪ゴム入ってない人いたら、一本の輪ゴムを二重にこうくるっとひねってね、それを引っ掛けてあげれば同じようになるそうです。私のは大丈夫でした。こんな感じにね、ひねってってきっと勢いをつけるってことですね。あ、カチッとはまった。なるほど、結構押し込むかも。なんかどっかのポイントがあるのかな。じゃあこちらも外して、シュワシュワシュワーと外して後ろに重ね、こちらの上からグーッと押し込みます。あ、できた、すんなりできた。で、これで OK ね。これは外したいときは後ろのポチポチを押すと外れるそうです。これで付け替えができます。はい、赤と青。青の方も同じように下から押せば取れるのですね。はい、今日はこのままはめておきます。全部溶けきってないと絶対これ引っかかるので、シャカシャカして完全に溶かしてあげましょう。ちょっと洗ってこようかな。あ、大丈夫そうかな。はい、では回してみましょう。形に合わせて奥に、六角形の形に合わせて押し込むの。あ、こんな感じになるのね。で、これを押さえてハンドルを20回回すそうです。で、これで押せるの？え、そんなんでできるの？え、何回回したか忘れちゃった。こんなもんかな。結構きつくなってきた。はい、あとやりすぎるとゴムが切れるそうなので注意してください。じゃあこのあたりで行ってみようか。せーの、おお、綺麗に回った。そしてなんか対抗相手として用意したのに、なんか止まる前にこんなもん。おーおー、なんか自由だな。はい、もう一回頑張ろう。あ、楽しい楽しい。思ったよりちゃんと回る。なんか昔こんなおもちゃがあったようなっていうのを思い出しました。もうちょっと離れたとこからやればいいのね。もうちょっとじゃあ頑張ってもらおう。いくよ。うわ、また画面の外に。いきます。もうちょっと上から回してあげてもいいのかな。すごい静止画像のように静かに回ってますけど、なんかあれだね、2人で一気にやればいいけど、ほらもうフレームアウトするし2つ一気にやるのは難しい、1人でやるのは。うん、でもこれとこれは力関係同じくらいっぽいので楽しめるかも。本当はね、こうぶつかってるところを見せたかったんだけれども、このまんまじゃちょっとうまくできないね。
お風呂でやるときには、なんか洗い場みたいなところで、ちょっと囲われてるところでやると、うまくこうぶつかってくれるから、楽しく遊べるかも。久々に出したベイスタジアムが役に立つ日が来ました。これ、電動のやつ入れたら、発熱できないので、使えませんけど、これなら真ん中に寄るからいいんじゃない？うわ、中央に寄るか。いきます。あー、これだと青の勝ちだけど、まあそりゃあね、後からやったからみたいな感じがあるんですが、まあまあこういうのを使うと遊びやすいかもしれません。やっぱり中央にちょっと寄らないとね、うまくできないかな。まあでも、ビックル卵の中から出てきたおまけとしてはかなりいい感じで、もし輪ゴムが切れても輪ゴム取り替えて遊べるっていうところが画期的というか、まあ昔ながらのやり方なんですけれども、いいなぁと思いましたので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回はビックル卵デラックスのオフロードスティンを紹介しました。いかがだったでしょうか？では次回も楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。